はい。皆さん、こんばんは。ジョーチャンネルです。えー、今、試合が終わりまして、えー、私も、車で移動するときにちょっと撮っております。えー、今日、ブラジル戦ね、まあ、1対0、PK のみということで、守備は本当にね、頑張りましたね。非常にこう、粘り強く、組織的に、まあ、エンド、そして前半、原口ね、田中をということで、まあ、ある意味こう、スリーボランチみたいな形で、 相手の縦を消すという部分に関してかなり慎重にこうやりながらポジションをうまく取って相手に出させなかった、まあ、ただブラジルもやはりそういったところをうまくまあワンタッチで崩してきたりとかまあいろんな部分はありましたけども、まあ、あとさすがだなと思ったら日本代表はまあ守備をしっかり固めてでフィニッシュのところ最後マーク外したとしてもまあしっかりシュートコースに何人もやっぱり体をぶつけにいっているので。 まあ、入らなかったという部分はありました、えー、でも、まあ、本当に、ね、守備に関しては本当に粘り強く、ね、うまくやったと思いますし、まあ、右サイドの、ね、長友も本当頑張っていましたし、ね、やはりこうビニシウスのところをやはりこう守備ではなくてやっぱり高い位置を取ることによって相手の良さを消すという部分に関してはかなり、ね、伊東純也が右サイドで張ってましたので イインサイドを抜けていってというようなねシーンもありましたし、まあ、なので、非常にバランスは良かったんじゃないかなと思います。はい、そして、守備からやっぱ攻撃っていう部分に関しては、なかなか相手もやっぱり強いですから、そういったところでまあうまくいかなかったですけども、ちょっとやっぱりこう一つ決定的な違いというのが、やはりこう、 どうしてもやっぱり縦パスが入らない。なかなかこう縦パスをチャレンジできないっていう現状があって、まあやはりこう縦パスを出そうと思うんだけども、やっぱり相手もうまく縦を消してきますし、まあそこでもしボールを奪われてしまったらというような恐怖心があるので、なかなかパ縦パスが出なかったというような印象です。まあなので前半は古橋フォワード使いましたけども、まあほぼほぼもう守備に回されてしまって、 まあ攻撃の起点になるとかそういったものもなかなか難しかったですしまあ前田大然も途中でね変わりましたけどもまあなかなかこうよくはやらせないというね部分に関してとはやっぱ1対1のブラジルは強さというのをまあ思い知らされたなという印象です。なのでまあ三笘選手もね左サイドで入って仕掛けはしましたけどもやはりこうあの間合いの取り方とか やはりこう、最後の体、足が伸びてくるという部分に関しては、ブラジルの選手というのは、非常にね、手強い選手だと感じたと思います。まあ、選手が一番多分感じたと思いますし、まあ、点差以上にやっぱり差があるんだなということもね、多分痛感したと思います。まあ、なので、やはりこう、しっかり守備をしながら、守備から攻撃という部分に関して、これから積み重ねていけるんじゃないかなと。そうすると、もっともっと、 面白い試合にななりそうな気もしますであとはセットプレー、ね、セットプレーの専門家を入れている割にはあまりこう機能しないセットプレーだなという印象です。なので、まあ、こういったゲームでねやっぱりセットプレーで点が取れたりすると非常に大きいと思いますし、まあ、日本の、ね、守備の課題でもある、まあ、セットプレーという部分に関しては、まあ、もっともっとやっぱり精度を高めていければ面白いんじゃないかなと思います。まあ、皆さんもね まあブラジル相手にここまでやったかなっていうような印象をお持ちの方もいると思いますし逆にまあもっともっとできるんじゃないかなっていう方もいらっしゃると思いますけどもまあでもまあ相手は本番ではないのでという部分はありますがまあ要所要所にやはりこう力をね発揮してくるブラジルというのはやっぱりさすが世界ランク今1位だなという印象がありますで風見ろとかっていうのもね やっぱりボランチですけども、やはりこうサイドまで守備しに行ったりとか、カバリングしたりとか、攻撃のね、起点になるためにとか追い越したりとかっていう、やっぱあの辺の運動量もすごいですし、まあ、やはりこう、随所にね、まあネイマールは、今日ね、ブラジル助かったなと思うのは、ネイマール経由でボールをかなり動かしているので、だからネイマールにこう渡る間に日本の守備が変えれるというね、そういった部分の利点もあったと思います。まあ、ただ、 やはり前半立ち上がりに行きたいきなりヒールパスを送ってみたりとか、やっぱり、まあ想定外のやっぱりプレーをするし、まあそれに反応するね、周りの選手っていうのもやっぱりすごいなと思いました。まあブラジル相手に前、0対1という敗戦でしたけども、まあ内容のあるゲームだったんじゃないかなと思います。まあそして鎌田選手だったりとか、まあ入りましたけども、やっぱりボールがやっぱりなかなか受けられないので下がってきてボールを受ける。まあこの辺がもう少しこう周りも、 もっとこう前で貼っとけというようなね形で前でやっぱり彼がボールを持つともっともっと面白いゲーム展開になったんじゃないかなと思いますまあなのでちょっとまたね次の試合もどういう形になるのかまあそしていろんな多分組み合わせをねチャレンジしてると思うのでまあどういったこう選手の組み合わせを使って本番に臨むかというのも少し楽しみになったんじゃないかなと思います はいじゃあ皆さんいろいろねあると思いますけどもまあ是非コメント欄をよろしくお願いしますはいそれでは皆さんまた